はようございます。陶芸下手くそ日誌コージーです。今日はですね、前回に続いてビギナークラス2日目に習ったことを復習していきます。2日目にやったのは、ボールですね。こういう形のボール、こういうシェイプですね、を作るための、作業っていうのを、習いました。まあ、あの土をこねたりっていうのは前回あの基本はやったので、今回はボールの作り方を、まあ、独り言も含めてやっていきたいと思うので、皆さんお願いします。今日はちょっと土変えてみたいと思います。まあ、先生に相談して買ったんですけど、このレッドストーンウェア、まあ赤土ですかね。ちょっとスタンダードより柔らかい土になってて、まあ、一応あの成形はしやすいと同時に、まあ、失敗もしやすいっていう風に先生は言っておられました。ちょっと今日はこれを使っています。ボールは1つ、700g なので、まあその倍の約1.4 キロをこねていきます。なっている途中ですけど、こんな感じです。まあ、ボールなのでちょっとそこ厚めですね。ここ結構下広く取りました。
ちょっとそこはこれぐらいなんでめっちゃギリギリです。もっと 1.5 倍ぐらい浅く掘りたかったですね。まあ、しょうがないです。じゃあ広げていきます。ちょっとしたこれ土こねが足んなかったかな。ちょっとなんかムラがありますね。ここになんかある。まあ、ちょっとやってみます。で、まあボールの形なんですけど、とりあえず広めのタンブラー型にして、でその後に、ボールのこの丸いシェイプを作っていきます。とりあえずなので、上に伸ばしていきます。そこから土を集めて引き伸ばす。ベイビーノース、ベイビーノーズは毎回。もう一回下から土をかき集めて、で上に伸ばす。伸ばすときはこう押しつぶすんじゃなくて伸ばすだけ。高くします。はい、ちょっと狭かったかな。これちょっと狭くなっちゃった。で、これをこういう形からちょっとこういう風に広げていきます。ゆっくりしてます。まだ広がってないっす。そこの方が、まあ、ちょっと頑張って。
ちょっとですね、全然ボールとほど遠い形だなこれ。ベビーノーズ忘れません。もうちょっと頑張ります。もうちょっと広げます。どうでしょう。で今は、まあ、三角、逆三角形の状態なので、これを、ちょっと丸くしていくんですけど、スポンジを持ち替えて、で左手で中からスポンジでこう押し出すようにして、でそれをこう手のひらのこうで受ける、右手で受けながらこの手のひらの丸みを生かしてこうサポートしながら丸くしていきます。いきます。なりましたね。もう一回いきます。こんな感じですかね。もうちょっと広くしたい。もう一回いきます。という感じで、はい、一応形は出来上がりました。で、ここから、カットしていきます。これで下を、はい、取りました。そしたら次は外側の柔らかい粘土を取っていきます。この木べら使います。こうやって取れます。
ました。こんな感じです。まあ、茶碗とはちょっと違いますね。でもまた今度あの茶碗挑戦してみたいと思います。復習すると、初日に、まあ、基本的な粘土の練り方で、まあ、扱い方ですね、基本的に土ので、タンブラーをやりました。まあ、タンブラーいわゆるこっちでシリンダーって言われるやつですよ。で2日目に今やったボールで、3日目に、削りの作業って言って、乾燥さ、あの作ったやつを乾燥させて、でそこから、こういうやつで削って、形を整えることをやりました。で4日目最終日に、グレージングですね、釉薬をして、で終了っていう、この4日間がビギナークラスだったんですけど、今日は、とりあえずこういう感じで、いきます。今日もありがとうございました。じゃあ片付けていきます。お疲れ様でした。